このような機会をいただいたことにとても感謝しています。最初の方は正直全然何やっていいかが分からなかったんです。でどんどん勉強していくうちに楽しくなってきまして、これからももっとやっていきたいなっていう気持ちはあるので、これからどんどん伸ばしていこうというところではあります。以上です。ありがとうございます。今回こういった形で参加させていただいたことはすごく嬉しいことだと思っています。正直自分が選ばれるとは正直思ってなくて、こういうところに13年で大学に13年出て、こういう中で選んでいただくことは正直なかったので、すごく嬉しく思って参加させていただいて、メンバーを見た時にすごい濃いので幅広く濃いなと思って、でいろいろやったことない現状、本当に難しいなと思いながらも、その中で先輩方の山本さんだったり浜田さんだったり関谷さんに教えていただいて、こういった形でできて、でなおかつ岡崎と小田さんがすごい成長していくので、そこに、ね、焦りを感じて、一緒にこう LINE をして、勉強して、いろいろこう助け合ったりとかできたので、横のつながりってすごく大事だなと、いろいろ知識よりは仲間っていう、そういうところにすごく感動というか、いい経験をさせていただいたなと思っております。今後とも頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。半年間ありがとうございました。マスター勉強会研修、資格取得まで取り上げる、僕自身のスキルアップになったのかなと思います。まだ合格はしてない、終了はしてないので、終了できるように頑張ってこれから継続していきますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございます。実績はね、全て達成できて、この場に立ててジャケットをいただいて、すごく名誉だなと思います。2月に始まった時に、やっぱりこのメンバーを見た時に、買取マスターという名の通り、自分は買取が専門のところにいているので、やっぱり最初の立ち位置からやっぱ違うというかね、土台が違うところにいているのかなというふうには思ってたんですけども、やっぱりいろんな研修を通して自分のわからないところ、でも逆にね、他の方から教えていただくことっていうのはたくさんありました。自分がね、こうやって成長できたのも、先ほどの志村君がお話してた通り、やっぱりね、行ったとこないお店、会ったことないメンバーっていうのはね、いろんなところで出会うことができて、本当に横のつながりってね、こんな形でできて嬉しいなと思いました。で、タイガー石油に入社して、1年ちょっと経ちます。ユーコスの、ごめんなさい、1年半ぐらいなんですけど、ユーコスができて、1年で1ヶ月目になりました。本当にイベントというのを買い取りマスターでさせていただいたときに、ちょっと思い出に残っているのが、チラシ配りから、ここにはいてないんですけど、岡崎君ですね、洗車をしているお客様にチラシを配って、で実はもう他で売ることを決めてたんだよ、自分どこでいくらになるのという、本当にちゃんとしたストーリーができた話がね、一見チラシ活動からできたと言って、本当にね、声かけてよかったなと、こんなことやっぱり起きるんだなというようなことをすごく実感しました。本当に、枚数配ったから1台買い取れるっていうわけじゃないですけどね、やっぱそういうことを続けることによってお店で買い取れるところがあるんだということをやっぱ知っていただく活動だったのかなというふうに思います。
で、まあ、この、ね、メンバーのことを、ね、知るようになってから、まあ、買い取りを、ね、している結果っていうのが上官の中からもあの毎日見れるようになります。やっぱり同じメンバーが、ね、買い取っているのってものすごく嬉しいですし、やっぱりそのメンバーの名前を探してしまいます。なおかつその買い取ったメンバーの利益まで追いかけておりました。ちょっとやらしい話ですけどね、それぐらいみんなに、買い取ってる車のこともね、興味があって、させていただきました。本当にね、いろんなお店に行くことができてよかったこととね、これがここで終わらないように、まあいろんな形でつながっていけるのでね、自分がまだまだできないことたくさんありますけども、やっぱり査定に関しては皆さんからもし教えていただくことがあれば、いろんなことで一生懸命助けてあげたいし、逆に助けてもらうことはあるかもしれませんのでね、今後とも、ずっといてる限りは、ね、買い取りに感謝を与えていただけたらなと思います。本当に、ね、このマスターも、参加させていただいて、本当に自分の、ね、スキルアップになりました。半年間ありがとうございました。